はい、どうもーおはようございます。おはよう。今日は2018年4月の17日、えー、23時58分でございます。よろしく。きつね枠でーす。凸待ちでもやろうか。久々に。凸待ちやります。はい、ワ、まあまあ、トツ。ま凸待ちつっても俺の場合電話全然かかってこないから。 まあ、まったりね雑談しながらやっていきましょうよろしく今日もよろしくよろしく <laughs> PC のスペックは Core i7 ですかごめん俺ねスペックどうやって見るのかわかんないこれ Core i7 なのかなわかんないねどうやって見んの レッツノートだだからなんだけど,どっから見るんだろう ?Mac は見れるんだけどね Mac の方がもう使って長いから基本的な操作しか分かんないな Windows は使いづらいね自分の中でなんかねあのスペックに書かれていない部分ってあるじゃんヌルヌル動くとかさ見て美しいとかさ そういう部分、Mac は強い感じがするんだよね。スペックとか、まあまあまあ、メモリーがどうとか、あんまりよくわかんないねまあ、なんか高いのを、高いのを使えばよくなるっていうぐらいの感覚。ヌルヌル動くっていいよね。ヌルヌル動くっていいよね。 設定システムバージョン設定ってどうやってまず設定の見方がわかんないわ。あった。設定。ちょっと待ってね。今見るわ。設定、えー、システムシステム、えー、システム、えー、バージョン。バージョンどこだバージョン情報。 バージョンって言葉ってかっこいいよね。バージョン。えっ、ー、と、i5 って書いてあるね。プロセッサー i5 って書いてある。i5 なの ?i7 じゃないね。うん。i、i5 です。i はどっちバージョンの方がいいに決まってる。いや、なんかバージョンって言葉かっこよくない バージョン。ラムあ、な、なにわかんないよ。わかんないわかんない。もういいじゃん。俺のパソコンがどうでも。そんなにハイスペックないよ。わかんないわかんない。10、あ、8ギガって書いてあったね。8じゃない、俺は。だからあれじゃん。標準じゃないの。標準装備でしょ。 ジェダイは配信会に必要だった。配信会に必要とか、あれかな。 言いたいことある。どうぞみやびさんはちょっとやばいかもねうんなんかあれでしょ薬やってたのとペットに虐待してたのと奥さんに対する DV が全部バレたんだよね海保が頑張って擁護してくれてた海保が俺のことしゃべってんの以前の一件からのんちゃんは協力してくれるのですかのんちゃんはだいぶ協力的になりましたよ はい、っていうか配信自体見るのをやめましたね彼女は多分それが一番いいっていう判断をしたんだと思いますはいすごく協力的ですよみやびさん薬やってたかどうかみやびさんだけかなみやびさんだけかな配信会も薬蔓延してるからねこのモニターはね3万だった気がするうん3万円だと思います 今のブラインドタッチお俺ねパソコンブラインドタッチになったね確かに、うん例えば「あいうえおかきくけとこう」とか、うん、ブラインドタッチになったねうんいつの間にかって感じ最初の頃苦労したけどもうダ,ダダダダダって打てるね海宝さんワードアン示と戦ってい胃,がいた胃が痛くなって胃が,胃がだろうね胃が痛くなって湧ききりました まあまあ、まだ早いでしょ。俺のアンチって多分配信会で一番的に回したくない。ねえ、粘着質なアンチが多いから、あいつがまだ対応できるわけがないでしょう <laughs>、うん。まあ俺が普段どんな感覚で放送やってんのかやっとわかったんじゃない <laughs> まあ解放だからだいぶ手加減はしてるんだろうけど。無理だよ。俺の、俺のアンチは無理だよ。俺以外対処できないよ。 アトラッシュさんは俺天然だと思うけどねあの人薬嫌いそうキャラクターとしてはシャブ中ぐらいギンギンにもうアドレナリンとか出まくってるタイプなんだけどあれは天然だね俺が見た限りだ目で目見ると分かる相当丸くなったのかなどうなんだろうねよく言われるけどユイガさんもきツなんだ珍しいねえー、ありがたいななんかパイセンに可愛がってもらえると嬉しいな みんなに心配されて洗脳されたとか洗脳された目を覚ませとと結賀さんを筆頭に言ってたあーまあいいんじゃない、うん、ツバニアンのアンチが多分一番やばいいやあのね言論っていうかね直接危害を加えてくるタイプじゃないんだけど俺のアンチは配信はとことんやってくるし話聞かないよねパトラッシュさんは絶対薬物やってないタイプ的にすが あれは天然だね。天然のブリブリ,ブリ,ブリですよ。天然あぶりぶりですよ。薬やってる人はすぐわかる。ほぼ28時間配信回していた捕鯨船に配信魂。うん捕鯨船って何捕鯨船うん。 ジャガイモ王子とかあのね違うんだよあの俺も直接リスナーさんに危害加えないから煮るんだよね俺もほら徹底的にんこれこれがやる方じゃんだからこれなんだようちのリスナーさんはこれこれこれ薬やってる人の特徴はねお酒飲んだ時に俺はすぐ分かるね酒を飲んだ時に瞳孔が開いてフラッシュバックするんだよね和同リスナー集結してなんだうんなるへそ パトラッシュはブレイク前2時間米なしで何に向かって喋り続けてたあいつはやってるやってないねハイ,ハイテンションとはちょっと違うんだよ、うん、断言できる薬嫌いなタイプあのタイプはスピリチュアルとか自己啓発とか読みまくってるタイプだから、うん えー、この前やってた花火師と配信者の実情の配信は花火師集める配信だろいやいやいや全然全然,全然考えてないよな頭良くないよ薬とお酒は大丈夫なのっていうかダメでしょダメダメあたし上ぎねうん 開放のあの枠。いや、開放が俺について喋りたいっていうの、アポが来たよ。昨日の夜。昨日の夜じゃん。昨日の朝、あの、俺について、あの、配信がしたいっつって。いや、勝手にやれば、っつって。で、まあ、ツイッターで告知打つんだったらリツイートするよっていうのと、まあまあ、あと、なんだろう。まあ、ディスっていうの、まあ、ディスするかもしれないって言ってたから、いや、すれば、っつって。ただ、あの、ディスしても、 あの数字が通ってなかったらリスナーさん的に回るのは自分だっていう部分を話したりとかまあリスペクトの「ディス」とかなん全く意味ないよとかそういう話はしてたね、うん、えー、っと和堂さんのアイコンをリスワンカレンダーに見たいああもうね多分ね俺は取れないと思うもう無理だと思うね、うん いや解放のことは解放に聞いてくんね、うんそうだね11万円おかげさまで集まりましたありがとうございますディスるのマッポ取るのかいやいいんじゃない <laughs> 和道さんのことディスるかもしんないわ許してって言ったからいやディスりたけはディスればっつって、うん 俺が仕組んでないよ開 <laughs> 放から連絡が来た開放から和道さんについての枠やりたい昨日電話来て電話じゃないメールが来てあやればっつって,ってうんはいブロックねめんどくさい知らないふりって何ですか 金さんは元役中でしょ今やってないでしょこんばんは,は風船ありがとうあいやいや自分の推しにしか投げないのが俺は花火師だと思ってるけど金梅さんはだって捕まってるじゃんシャブで捕まってるでしょ知らない人いるんだ 結構有名な話だよ。あの、配信始める前じゃなかったかな。2チャンネルあの有名コテ班の頃じゃなかったっけ。その前かな。でももう足洗ったって聞いたけど、ありがとう、KP ありがとう。いや、引っ越してないよ。部屋も片付いてないよ、全然。汚いよ。え、金梅さん役中なの結構有名だよ。あの、元ね、今やってないよ。あの、見てわかる。典型的なアル中じゃん。 あのシャブやってたらあんなにアルコール飲まないよ。うん、あのキンク買いじゃなくて NG ワードを打たないでください。僕、あの彼に迷惑かけたくないんですよ。うん、ブロックね、うん。次書いたらブロックね。うん、そうそう、キンマイさん元役中だよ。これいいでしょう。これね、スタンドじゃないんだよ。あの、すげえ買いだった。これ。 あのカメラの三脚なんですよ。カメラの三脚なのね。カメラの。で、これが2000円だか3000円だかで、これが売ってたの。要は譜面台みたいになるの。カメラのさ、ホルダーなんだよ、これ。いいでしょ、アルミで。で、ここにこうやって三脚につけると、パソコンスタンドに変わるの。あの楽器の譜面台に近いね。これはすごいよ。あの すげえ楽これいいよね本当にこれは買いだったねもう一個欲しいぐらいだはいはいおやすみ生活費はだから生活費足りなくなったら生活費の方に切り替えるよあっ懲役は行ったことないんだへえ知らんかったな おはようございますここに来るリスナーはみんな俺のリスナーって言ってたあ違う違う意味合いがニュアンスは違うえっ、ー、と俺のリスナーっていうのは存在しないよっていうことを言ったのよく誰々リスナーとか俺リスナーとかいう配信者がいるじゃんでそんなものは存在しなくて見に来てくれた今来てる人は自分のリスナーなんだよっていう言い方をしただってさみんなはさいろんなところをさ見に行くじゃんアイラを見に金杯さんどれさんとかよっさんとか でそれは誰が一番推しとかはリスナーさんが決めることであって配信者が言うことじゃないっていうふうに意味なんですよ俺が言いたかったことはだから今来てくれた人は自分のリスナーとして一生懸命表現すればいいけど自分が枠閉じた瞬間に自分を今見てない人は自分のリスナーじゃないでしょっていうそういう話をしたうん元気だよ海宝は弟子だねうん 早速ユイガにディスられてるぞいいんじゃない別に、うん。じゃあ他の推しの花火師が投げたらよくない他の推しの花火師が投げたらってどういうことちょっと分かんない。投げたい人に投げればいいじゃん。面白かったら投げればいいじゃん。<laughs> ねえ、みんなどこでも行くでしょ。好きなところに行けばいいんだよ。それが配信なんだから。 面白くないののに見てんの時間の無駄だよ、うん、今寝起き今飯食い終わったところだね他で投げたらぐちぐち言う人はね花火師離れると思うよ宝箱投げて宝箱ってアイテムもう売ってなくない古いやつじゃない？ えーとね今日は焼きそば。 部屋の間取りはワンケイだよ。いや、スーパーで買ってきた。はい、こんばんは。 方という人とは元々えっとね旅配信をやってる時にリア突してきたリスナーさんででその後捨て頃に出るために配信者になったっていうで本人がまあ私和道さんのこと弟子入りしたいっていうからあ勝手にやればっつってうんでそっからの関係だね丸越じゃなくてあのなんだ丸越の方じゃなくてあのライフだ今日はサラダバージョンいよ うん、あ古代さん懐かしいね、うん、花火師ではまあまあた,たまに投げてくれてたよね古代さんね、うん、結構投げてくれてたよあ開放の枠にいんな今、うん、えっ、ー、と今結賀が和道さんのカメラ代支援募集は詐欺だってディスってます、うん、電話でじゃあ話すって聞いて。 うん、電話で話そうよ結ガさん結ガさんがディスってんの電話かけて大丈夫なのかな電話かけてみる結ガさんと話してみようか絶賛絶賛ディスしてんの <laughs> 電話かけてみるかじゃあ、うん、よいしょ結さん 話してみっかおもしもーしパイセンおはようございますあ、おはようございますっていうかこんばんは聞こえる聞こえますようん、だいぶいいよなんすか、ディスってるらしいじゃないですかディスではないでしょいや、なんかいや僕状況わかんないですよなんか解放のところにゆいがさんいたよとかで、今枠開いてあんだけ人がいれば解放の放送行くでしょ ああ、いやいや、嬉しいですね。ありがとうございます。うん、なんか、解放をよくしてくれて。ただね、和道の、和道の映画を撮るって前から言ってたの、俺は知ってるし。はい、ああ、ありがとうございます。はい。前から夢だと言ってたやん。あまあ、そうですね。うん。でもね、俺,俺もさ、あの巡回業だから、配信、配信会のね、巡回業やってるからさ、はい。いろんな放送コメントしないで、ログったりとか、いろいろしてんだけどさ、知ってますよ。和道の和道の映画を撮るとは夢だと、将来的にこの配信をやってた上で、夢だと言ってたやん。 まああそうですねでも、その中でね、和道の収入が10万ちょっとぐらいとか言ってたやん。10万ちょっとぐらいうん、ふわっちで。俺は、録画見れば分かるんだけどさ、和道の収入が今現在、ここ、ああ、ここ数ヶ月てこいですかはいはいはい。そうそうそう。2ヶ月ぐらい、そうですね。十数万数。数月間で下がったと、極端に下がったっていう話をしてるじゃん。してます、してます、それは。で、俺が最後に見た時の和道の放送の時にはい 和道が、えっとまあ、病んでたんでそのあまり収入が入ってこなくてね。まあまあ、そうですね、病みますね、うん、食えなくて。で、まあ、ちょっとテンションがその開き直った感じで、こうやって明るくなんかや,やりながら、アイテム飛んだと、はい、あに、いい和道みたいになってたわけよ。なってたんだけど、そんでまあ病んでたりとかしてたんだけど、その時は。そんで、次の日になって映画を撮るっていうふうに言い出したわけだ、和道が。 あつながってますね、僕の中で、あの収入減ったことと、あの今回、映画撮ろうっていうのは。だから、だからそれ、映画を撮ろうっていうのと、ただね、はい、これはね、多分ね、じゃあ、和道のリスナーだけのことではないからさ、いろんな人が多分さ和道の放送を見る人だけじゃなく、はい、和道の放送をたまに見るたちもやっぱりこういう話って注目するし、他の配信者たちも注目すると思うんだよ。はいうん、話の流れからして、うんん ってみんんな思うんだよあ要はそれは和堂の収入が減って<収>減って,て、うん、その中で和道が病んでたっていう流れからの和道が映画を撮りたい、うん、そんで金額だって普通に、うん、例えば生活遅れてる人間がクラウドファンディング的にお金を集めるならなまだしも分、はい、というところで、はい、目標金額300万 って決めてね、はい、んで内訳も説明できない、まあ、普通の常識的に考えて、何かをこうやって支援してもらったりとか、企業とかでさ、例えばさ、自分がこういうものをやりたいんだっていう説明をなければ、はい、そういうことがまともにできてないのに、このネット配信でね、そんなことをやろうと思ったら、みんなそれはなんか言うよ。だから、き日なきょう、なんっけ、海宝はい、はい、さん、海宝、はいうん、さんの放送で、はい あのー、みんな、リスナーが、俺もそうだけど、海保さんの放送がちょっと荒れてたというか、ああな,なるほど、なるほど。結構、閲覧はさんの海保さんの放送のリスナーさんもやっぱり騙されてるよって言ってたし、俺もねこの、このやり方というか、はいうん、タイミングはよくないと思うし、映画出てくれないですか なるほど、なるほど。っていうことを枠で言ってたってことなんですね。そうそうそう、今のこの枠ではね。なるほど、なるほど。ただ、ここで言ってることと、多分、ん、海保の放送で、海放さんの放送で、リスナーたちがコメントしてたのは、多分変わらないことだと思う。あなるほど、なるほど。そういうことをコメント欄に書かれてたと。それをまとめて、結衣さんが自分の気持ちと、そういうことがあったんだよっていうことを解説してたって感じなんですね。そう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 。なるほどなるほど、なるほど。 うん、まあまあ、あのー、収入が減ったタイミングで減らったのも本当だし優賀、まあ、さんが分析してんのと本当っすよ当たってますよ、うん、で花火もらって嬉しそうにしてたっていうのも本当だし、うん、であの生活費を工面するために映画を撮るっていうふうに多分解釈されてるじゃないですかうんうんうんでもあの内訳とかも説明してんすよで正直でも 俺が聞いてるときは、はい、俺が聞いてたときはね、少なからず、はい、俺もずっと和道の放送を聞いてるわけではないんだけど、他のリスナーさんが内訳のこととか、はい、映画のことについてどういう映画を撮るのか、ショートムービーとか撮らないかということに関して、はい、一切、その和道の考えは分かったけど、たぶんそこにいる人間たちの、そこの放送に参加しているリスナーさんたちの、はい、納得できる説明はできてないと思うんだよ、確実に。お 支援する人あの、和道にもちろん、相手も投げてる人間は、納得してるんだろうから投げるだろうし、投げてるんだろうけど、はい、でも、そこにいる人間たちはあ、そこにいるほとんどのリスナーたちは、はい、多分納得してないと思うんだよ、<得>意味がわからないなっていうのが、だから解放の放送にいっぱい流れたと思うんだよね納得し、納得しなくていいんじゃないですか。んいいやいやそれれだだから周りに言われることは絶対立つんだよ 俺も含め、他の配信者も含め、他のリスナーにも言われるのは、これ、当たり前のことだと思うえ、僕、そこ否定してないですよ、全然。 じゃなんでかけてきたのいや、何を言ってるのか気になるなと思って電話かけてそれは放送聞いてればわかる話やんいや、僕も放送中なんでいや、知らないよ、そんなのいや、それはんあなたの都合でしょ、あなたがからかけてきてんだから、だってそれも言いから。俺も知ったことしないですよ、そんなのいや、いや、ワーから今回かけてきてんだから、いや、だから、いや、だから僕は直接聞こうと思って聞いたんですよ、だってポンプとか信じてたら、キリがないわけじゃないですか。 えそれはだって放送を見ればいいだけじゃんだから僕も放送中だから放送,だ放送を見ることができないからい別に自分が放送枠放開しながら放送枠開くことなんて簡単なんだからえ放送枠うん自分が放送枠を開きながら、はい、俺の放送枠を開くことは簡単なんだから聞くことはできるでしょ別にいや別に電話かけてもいいじゃないですかえだから行けないとは言ってないよ言ってるじゃないですか何なんですか <laughs> いや電話かけて直接聞いた方がいやあの分かりやすいから僕はそういうふうにしてるだけですよ、うん、別に文句はないですよ あの反対意見があだからそういうふうに言われても、れは仕方ないと思うよ。全然いいんじゃないですか。うん。だからそれを言ってるまで。はい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 。なるほど。で、ワードはワードのやりたいことで、こうやってやるんだろうけど、俺も便ンの時きにね、トゥクトゥクのやり方もそうだし、それも非難してきたし。あ、そうなんですかいしてきたよ、してきたよ、それは。だって実際ね、なんで悪い。えトゥクトゥク、別にいいじゃないですか。 200万集めるって200万だからいくらか集めるって言って、結局、後からね追加でね、はい、絶対金ね、はい、ああのの請求あのあの追加でこうやって絶対言うなって俺は言ってたよ。そしたら案のちだ別にいいじゃないですか、追加でいやだからそういうのがだからそういうのがいいじゃないかって、それはね、はい、はっきり言って周りに文句言われたって当たり前なんだよ。も 自分のことだから自分でね、いいじゃねえかって言うのかもしれないけど、はい、周りからは文句言われるより、周りの関係ないリスナーやら、配信者には絶対言われる。はい、いやな、なんで言うんでか関係ないのに、なんで口出すんですかなんで出しちゃいけないのいやいやいや、なんで出しちゃいけないかじゃなくて、なんで関係ないのに口を出すのかが知りたいんですよ。うん、いいか悪いかがに,に配信会であったことさ、ネット上で出てることなんだからさ、言うでしょ、別に。物申すでしょ。ああ、うん、な,なるほど、なるほど。 いやあなたもやってこなかったのまあ僕はあんま他人の放送はあんま関心ないですね。いやた、あんまじゃなくてやってこなかったなって。いや、やってこなかったとかあんま好きなスタイルじゃないですね、僕は。え、でもやったでしょやったでしょ好きなスタイルじゃなで、好きなスタイルじゃないんでやってないですね。はい、あ、そうなんだ。はい。はい。まあそれは分からないけど、一個一個和道の放送のは覚えてないから、はいはい。え、どこが詐欺なんですかあの、あの僕がやってることが。 なんか詐欺だだ詐詐欺なんだ欺の可能性は十分あるよって言ってるだけ、はい、だから詐欺だって言ってるんじゃないですか <laughs> えなんです詐欺の可能性があるって言っただけで <laughs>、はい、詐,欺詐欺とは確定、ねえー、的には言ってないってことでいいんですかうんそうだよえ詐欺の可能性どこにあるんですかだから今言った通り今言った通りですよ何が言ったとりだっ,ただってプレゼン、ね、プレゼンもまともにできてない人間でさどうね 例えば和道 d o が映画別に一回も撮ったことないでしょちょっと待って、それってさ、だって結花さん間違ってるよ、詐欺じゃないよ、ただプレゼン失敗してるだけだって。いや、詐欺なんて言ってんねっつってんじゃん、話聞けよ。じゃあ、俺が聞いてるのは詐欺だって言ってる、詐欺になる可能性があるって言ってるんだから、その部分について質問してんだから、俺は。うんだから、そのね、さっきも言った通り、はい、まずタイミングが、自分の収入が減ってる動向ううで減らってる時に、はい、次の日になったら映画撮るって言って300万とか25万ね、はい、あその。 内,その内訳に入ってんのかもしれないけど、300万のうちの25万っていうのはカメラのね、内訳に入ってんのかもしれないけど、はい、25万はまず最,、はい、え最初に要求し、300万ぐらい映画でかかると。はいうん、で、w a d をさ、はい、お前覚えてるか分かんないけど、録画見れば分かるけど、はいはい、映画の話をしてて、映画のお金が欲しい、カメラで25万を買いたいって言ってるときに、w a d ドのところのリスナーさんが花火一発投げたんだよ。はい その時に和道は、これで,、えー、ここれであのあ花火ありがとうございます、これであのいい映画が撮れるように頑張りますんでって言ったんだけど、はい、言ったんだけどね、はい、和,和道が。はい、でもその人は、その人は、和道、うん、鳥かなんか飼ってるでしょ。鳥の餌に行ってコメントを書いて花火をってるわけあ。そんなのも、そんなのも多分んね、ほか、はい、の,の人間から見たら、あれと思うんだよ。 それってだってコメントで遊んでるんだよその人ってその人にこのままじゃないっとそれは説明を結果さん結果さんちょっと落ち着いてって、結果さん落ち着いてあのねそれあの花火ありがとうじゃなくてまずは「わどうの記事や」って録画残ってるから最後まで聞いて聞いてね あまず花火取り台でって来たのは本当なんですよ、花火いきなりで普段投げない人でニコ生時代からのリスナーだって後で知ったんですよ狐枠だったから番号僕だけ覚えてたので、その後2発投げてんので、俺これ取り台に、餌台にって書いてあったからこの中に入れていいのって聞いたの、俺 カメラ台にしていいのって本人に聞いたら、その後、立て続けに2発投げて、もちろんですよって言ったの、その人は。い,いや俺、ね、はい、俺、ごめんね。俺、その枠、その枠さ、和道ね、その枠、俺さ、はい、和道しか放送やってなくて、和道が閲覧多かったんだよは,はいはいはい。朝方とかですれば、ね、多分ね、そう、一番多かったの、はいで。で、俺はずっと和道の放送やってやんだけど、和道の放送で花火がそもそも上がってなかったんだよ。前はか分からないよ、はい、何時間前ってたからさ。はい わから、ないけどその枠を見る限りその人からの花火はなかったし花火が飛んでない状態でその人から花火を上げてたから、優香さんね、今なんですけど、たまたまキャンペーンやってて、ふわっちが花火は500円入るじゃないですか、リスナーさん1000円で、今3000円で、バーニングっていうアイテムがあって、1500円僕に入るのが9発ぐらい上がってたの。だから確かに花火は上がってなかったけど、その時収入は結構ありましたよ、その枠は。 あそうなんだ、はいまあそのあ後ちょっとわからないけどさ、ずっとじゃないから、俺がもう見てるのもねも。はい、わかります、わかります。ただ、はい、その、和道の放送もさ、和道のリスナーだけが全く持って見るわけではないの。これ、ね、ネット放送っていうのはさ。はいはい でしょだからやっぱり、和道の放送も入れ替わる立場からいろんな人間が入るし、うちの放送も入れ替わる立場から入るわけだ、もちろんその時にやっぱり、和道の固定リスナーじゃない人間たちが、和道の放送を見たりとか、俺の放送ももちろんそう、だから常連じゃない人間たちが見た時にに、ね、はい、あれっと感じる部分が多いから、今日その海放,放,、はい、放さんの放送に。 いろんな人間が出てきたんだと思うよ。僕、そこに対して文句ないですよ、別に。全然。じゃあ、だだ僕が気になったの,ったのううそは,は、詐欺の可能性があるって言ったのはどういうことなんですかえ詐欺の可能性があるタイミングだって、本当にタイミング。何ヘってて、金になっていって、て収入が減ってるんだよって言って、ヘっている状態で、ワドがあそこまでヘらっていう状態を最近ずっと見てなかったから、それでね、ね、はい、もう不適されてるみたいな感じになってて、はい、次の日になったら、 いきなり将来的な夢のさ、映画を撮るっていう夢がさ、パッと出てさ、300万集める、25万くださいみたいなことをやってれば、あれってなるよ、それ詐欺ではないでしょ、詐欺ではないじゃん、詐欺とは言ってないじゃん、詐欺の可能性はあるよと言ってるだけ、それがどこにあるの、どこにあるの、だから、じゃあ、300万の内訳言ってよ。 300万のちまずえーと25万にカメラキャメラ代がかかるんですよで今度カメラっていうのは一眼レフっていうのを使うんでレンズっていうのが高いんですねレンズも同じぐらいかかるんですで僕は例えば100万集まったら機材買いますっていうのだと遅くなるじゃないですかいや動けるじゃないですか時間はだからもう詐欺だって言われるのを想定してたから25万貯まった時点でもうものに変えちゃうねって約束したんですよリスナーさんにカメラはね そうですいや。カメラもレンズも次に編集するパソコンとファイナルカットっていうソフトが必要なんですよ。これで約100万かかるんでするよ、うん、で、すこの時点ではもう映画が作れる作るっていうことに関してはあもう最低、必要最低限なのはもうあるじゃないですかで今度照明であったりとかレフ板であったりとか、うん、えーと、もろもろかかっていきますよねスタジオ代とかクロマキーで撮るとか、うん、そういう部分でかかっていくんで、うん、あとその会場とかで。で そういうものを和道が得意なさ、数字出していってないの、はい、いや、僕出してますよ。だってそれを,だからそれを出してってさ、みんなに見せなきゃ意味ないんじゃないのいや、見せてますし、ずっと説明してますよ。えじゃあ今出してみてよ。いや、だから今説明してるじゃないですか。違う違う違う、そな今そのさ、何、はい そういうものを書いて出したんだからさ、はい、そういうもの準備できるでしょ。口頭で説明してるし。ういうことを聞かれることは今後もあるわけだからさ、はい、その時にパッと出せるものあるでしょ。あだから、キャプって出してますよ。アルファセブンっていうこの機種のこの値段で買おうと思ってるとか、全然キャプってますよ。だから、それそれをこうやってさ、こういう紙みたいなのをさパッと出せるものの紙とかにやしてないのですよね。いや、してないでてないです。 だだってそんななの出せけれれば毎毎回回聞かるるあろういやだってアルファアルファセブンのホームページで定価いくらぐらいでってアマゾンでキャプチャーで出して違う違うそういうこといやワドそういうことじゃないんだよ俺が言ってることえ何プリントアウトしてプリントアウトして今のご時世にプリントアウトしてプレゼンテーション資料をこうやってめくってやれって言ってるんですか違う違うそうじゃなくてワド 生放送でさ支援してくれる人たちがいるんだよね、はい、そんでさ、そういう放送のことについての内訳だったりとかさ、はい、どういう映画を作るとか、いろいろ質問が飛んでくるじゃん。飛んでくるでしょ、はい、その時にに例えばさ、機材だったりとかさ、さそういうものに関してさこれもこう、こういうものがいくらかかるよ、いくらかかるよ簡単にさ、メモ帳でもなんでもいいけどさ、さその内訳を書いておいてさ、はい、そんでさ、なんだ、例えば出演者にお金払うんだったら、これぐらいね、ね例えば人数がある程度想定してるから、これぐらいで大体出演料ぐらいかかると。はい そういうものとかさそういういものをばっとやっておけばさ分かりやすいじゃん、ぽって出せるじゃん、すぐ、はあ、そこに何も文句が出ないじゃん、はいうん、しかも新しい支援者も出てくるかもしれないし予定の明細一覧ぐらいはさ、はい、大体のはい <laughs>、はい、うんまあ、それ、普通だと思うけど <laughs> すいません。 いいやや謝らなくていいんだけどただそういうところが足りないからね足りないからだから詐欺ではなく詐欺の疑いがあるんじゃないかと思われても仕方ないって言ってる詐欺ではないけど詐欺ではないけどなるほどなるほどユイがさんは詐欺だと思ってないけど周りの人が詐欺だって疑ってもしょうがないよねって言ってるんですねわかりましたそうそうそう俺もそう思うよ詐欺の疑いはあるんじゃないかなと思う詐欺の疑いはあるそれが知りたいですよどこが詐欺なんですか だから詐欺って言ってねえじゃん。詐欺の、だからお金だけだって騙し取ることはできるじゃん。え、騙し取るそれ、その時に叩けばいいんじゃないですかじゃあ、ワドさ、はい、いや、その時に叩くって前もって、ね、周りに危険感知するのは別にいいことじゃないの俺が言うのはいけないけど。だっ,だってワドさ <laughs> 前になんかさ、俺の,その座談会みたいのやろうと思ったよ、ワドはいはいはい。っていうか、僕、やりますよたでしょ。でも、こちゃってじゃん。やろうと思ったその金ってこと言ったのその金って何すか えだからそのねその座談会みたいな時にさそれで花火求めてってさ、ね、花火もらったその金はどこいったの結局結局安全に言ってたの結局場所も取れなかったしゆいが全ったでしょゆいがさん僕、うん、その企画でこじってないです、うん、いや花火くださいってやってたよそれでやってません僕ステッカー代で10万をストックがあったからこれでやるって言ってたんですよだからその嘘はよくないですよ <僕>嘘はよくないんじゃないよ。いやいや、僕、それで花火こじってませんから。まあ、録画まあ録画るって、残ってます YouTube に僕の録画全部残ってるんで。うん、だからまあ、はいいよ、YouTube なんか別にさーワードなんか見なくて,て、フワッチ見ない,いんだから。はいはいはい。あ、うん、じゃあフワッチの消しちゃってますもん、僕、過去の。あ、そうなんだ。はい。俺は言ってるのは、ワードが別に作業をやってるってことを言うんじゃなく、その可能性があるから、うん、もう俺もそうだし。 その解放の今日放送に来てたリスナーさんたち、そして解放のリスナーさんたちだ、解放のリスナーだけじゃないからさ、解放のリスナーさんたちもそうだし、どっかから来たリスナーさんたちもそうだけど、その可能性があるから言ってたんじゃないのあと、結菜さん、そういえばオリンピックの企画、楽しみにしてたんですけど、あれどうなったんですかアフワッチの配信じゃ呼ばない。俺に力貸してくれって言ってませんでした 放送して協力してもらいながら、こっちの方であのツイキャスト、ニコ生の方でやることにした。あ、そうなんですかそれは、まあ、ふわっての配信者と絡むとろくなことがないから。え、でも、この前、企画やるから、ワードを一集めの手伝ってくれって、放送で言ってたじゃないですか、電話かけてきて。うん。でも、この前ってそれ、去年でしょ去年でずっと楽しみに待ってたんですけど。うん。でも、ふわっての配信者たちがひどいから、はいね、そこに絡んでくね、ね、はい、やっぱり配信者が同等と思われるんだし、もしその場で、はい、その、はい 外でできないから、外の金額とか莫大な金額になってしまうので、はい、あのー、体育館みたいなころでやるんだけど運動会を、はい、うんあのー、そもそもフワッツの配信を呼ぶのやめた、それは他の配信者たちとかも迷惑かかるし、俺もね責任が取れなくなってしまう。はい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 。うん、なるほど。あ知らなかった。なるほど了解です。うん、はい。まあ、やるまあやるのはよ呼ぶのは俺だからね。まあまあそうですね。俺とまあ TJ だからです。はい。 でかでも、和道のやり方で支持されるのは一部だと思うよ。多分今後、分かんないけど、便所、はい、太郎もなんか言ってたっていうふうに、解放の放送で誰かコメント書いてたけど、本当か嘘か分からないけど、はい、でもそのやり方だと、周りから非難で言ってもしょうがないと思うし、はい、まあそれは仕方ないことなんじゃない、はい、いいんじゃないですか、絶対。うん。うん、そんなもんじゃない。なるほどえ。それを俺が放送で言ってただけだよ。 解放の放送の今日話をしてたのね。なる,なるほど、うん、<laughs> なるほど。なるほど。わかりました。分かりまし俺は和道の過去のさ、そのね、はい、なんかいろいろあるらしいけど、その。 アクセサリーのこととかいろいろあるらしいけど、知らないし、わからないから、あくまで噂とか人から聞いた話ししかならないから、そのことについては話せないけど、ただ、今回の映画の話は、あまりにも唐突すぎるし、ワドがが前から夢として映画を撮りたいっいうのは知ってるけど、ただ、あの流れからの唐突な流れ、金がないっていう話から映画を作るっていう話も、やっぱりうんって首をかしげる要素はあるわけだし、これは周りから出る。 当たり前。あと、その、普通に考えても、その、和道のサイドがやっぱり、そのね、支援してもらうっていう態度ではない。え、どういうことですか、それ。え、だって、そのさ、俺の、俺なんか俺についてこいみたいなやり方ってさ、俺についてこいなんて思ってないですよ、僕。近いじゃん、はい。あの、お金をさ、支援してもらう側の態度ではないと。え、なんでですか じゃあいやいや自分で放送やっててじゃあワードはさそ,いつらそいつらのコメントに対して真摯に、あのー、受け答えしなちょっとコメンあの見てさ嫌ですよ嫌ですよいや結衣田さんだったら結衣田さんだったらこうやって話してくれるじゃないですかだから僕ユイガさんっていう名前と責任を持って放送でもブレないしだったらこうやって話しがいありますけど。 リスナーで、うん、鼻から詐欺だって言ってるやつに、どこが詐欺なのって言っても、こうやってユーダさんみたいに答えてくれないですもん、とつまつとか。らだから、からそれはさ、はっきり言ってさ、はい、支援するのはリスナーだぜ。俺じゃねえ。配信はいはい、はい、者じゃないんだ、リスナーなんだ。こ、はい、の人間たち少しでもさ、はいね、その分かってくれない人間はいつまでも分かってくれない人間って言ううけど、でも少しでもさ分かってくれる人間が現れた方が絶対いいわけじゃん、自分のって。はい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 。 それだけ w a d の映画を楽しみにする人も増えるだろうし、支援者も増えるだろうし、ほか、はいはいね、にも話題しまって w a d が一生懸命やってるとてのは伝わるだろうし、うんうん、でもそれができないんだったら、やっぱり、うん、あの多くの方に支援してもらいたいな、支援なんてねその一人の人間が例えば300万出すよりも、ね、はい、300人の人間が1万円出すような形があるんだから。そういうふうにやっていかないと、今の w a d の態度だと、多くの方たちからの,そのお金だけの支援じゃなく、<laughs> はい 映画に対する支援ってのもないと思うよ。そのために必要はしその説明とか、いろいろなものは必要だと思う。支援。あくまで支援だからな。俺らがもらってるも俺らがもらってるものとか。もちろんもちろん。支援。リスナーさんから支援ですね。お気持ちですね。なんで、やっぱりいろんなことを求めるときには。やっぱり、その、みんなに説明しないといけないんじゃない。わからない人間も出てくるけど。でも、なんか、僕、嫌なのがですよ。わからない人間が普通にわからないって言ったとき僕、答えてるんですよ。 え、何どんな感じなのって言われたら普通に答えてるんですけどお前詐欺だろうみたいな感じで決めつけてこられたら僕はその人に対してプレゼンするか気はないっていういや価値がないとか価値があるじゃなくて別に自分が詐欺をやるつもりがないんだったら、はい、堂々としてさ、はい、普通にさ自分は堂々とやってるんだってさ、はい、説明すればいいじゃん。 わかんない人間はわかんないんだろうけど、じゃあ、それをロムって聞いてる人やら、<laughs> はい、もしくは和道に賛同して聞いてる人間たちは、ねはいあ、和道さん、ちゃんと真摯に答えてるなって、はい、なおさら信用度は高まるわけだし、<laughs> 僕、真摯に答えてるつもりなんですけど、あおり, <laughs> りに関しては、まあ、だから、だから、普通に答えてくれる人には、普通に答えてますよ、僕。 だから、まあ、まあ俺が見たときは、まあそう思わなかった。だから、無礼な人がいたんじゃないですかいや、無礼だと思わなかったもんだって、そのコメントに対して。<laughs> そうですか、僕は思いま普通ね。普通に聞いてる人に、普通に聞いてる人に、はい、まあね和道の考えは考えであるんだろう。はい、ただ、はい その、多くの方たちが首をかしげる。例えばさ、その、なんか、ショートムービーみたいなの、ちょっと俺さ、英語とか、映画とか詳しくないからわからないんだけど、はい、その、ショートムービー的なさ、どんな作品、はい、どんなものを作ろうと思ってるのかとかさ、はい、そういうものをさ、こうやってみんなに見せることってさ、プレゼンで、はい、プレゼン的にさ、見せるものも必要なわけじゃん。はい、普通ならね。ただ、それは、ワドの考え方では、考えの中では違うわけじゃん。喋って伝えたいですね、僕は。 だからそれも分かんない、喋って伝えたいのも、ただ、じゃあ、どういう映画を作りたいんですかとか、恋愛ものとかさ、うんうん、なんかいろいろあるわけじゃん、あります。ますなんかその、チンピラ系とかいろいろあるわけじゃん、はい、ただ、どういう簡単なストーリー的な、どういう流れ的なって、例えでいいんで、あくまで、そういうものを作るじゃなくて、はい、例え的にどういうものを作ろうと思ってるっていうのをさ、大まかに言うことだけでさ、違うのにさ、はい、ワドはそこについて、俺が見たときは答えてなかった。お 俺が見たはね。だから俺は、うんと思ったわけよ、その答えに対して、なんか、なんだ、構想とかが全然練られてない段階で、お金集めだけ始めてるんじゃないかなと思うし、なるほど、なるほど、そういうところ、だから、その解放さんのところ、多分コメントがいっぱい荒ってたし、病んでたんだと思うよ。 結がさんは映画撮らないですか撮らない、興味がない結 <laughs> がさんの映画見たいです僕で興味がないもん <laughs> 俺映画,や映画やりたいくないもん別に監督になってくださいいや別に何の興味もない <laughs> 了解です、はい、えだって映画で300万集まるでしょいや300だと普通作れないですよインディーでも、うん、いや俺は300万欲しいもんだって3 3ああなるほど普通の支援でってこと思すね、うん、そう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 ん なるほど。まあ、その、まあ、そ、そういうことです。はいはい。了解です。ありがとうございます。はい。はい。はい ご意見のある人は全然とつかけてきてくださいうう詐欺の可能性があるっていうことを示唆してるんだっていうことを言ってたね。うん、要は詐欺詐欺をやってるっていうことを言ってるんじゃなくてこれ詐欺の可能性にもなるんじゃないのっていうことを示唆してるっていうふうに言ってるだけだっていう いいやないでしょ <laughs> 詐欺の可能性なんかないでしょ <laughs> 企画書を作ってないよ作る気ないさっきも言ったけど容疑者みたいな感じでかんない、うん、機材レンタルとショート版作る場合だといくらかかるの機材のねレンタルだと例えば台本書いてこうどうでこうで30分のムービー作るするんじゃんそれを1日のロケで 過ごす場合だったらら万ぐらいで済むよカメラでだけで言うならカメラだけで言うならねだけれどもあのそれってシーンが限られるわけですよ24時間の中で移動とかをしないといけないしゆっくり作りたいのあの少なくとも1年間ぐらいかけてゆっくり作りたいから何回もテイク重ねていいものを撮りたいからだったらそうするとレンタルレンタルレンタルって重なったらさ結局意味ないじゃん10回レンタルしたら30万超えんだぜ、うん そう思わないクラウドファンディングで金集めてそれあ流れちゃった、えー、クラウドファンディングで金を集めるのは俺反対派なのクラウドファンディングはやらないプロの人呼ばないのえっ、ー、とねプロのキャメラマンの人は後で電話かかってきますはい。あの今回の映画については内訳を知りたいから概要を送ってもらえませんかって言われたんだけど えっと、いや、概要も何も口頭で説明させてもらえませんかって言って、あの、あ、分かりました、つって。うん。そうそう。スキルはないよ。だって作ったことないんだもん。1年かけてどんな映画を作りたいかも。あ、作る映画の構想あるよ。映画の構想ある。うん。何の根拠もなく300って言ってるわけではないとは俺は思ってるけど。 何のの映画やんのえっ、ー、とねインディーズのショートムービーで30分を4本3本か4本撮ろうと思ってるんだけどジャンル的には、えー、恋愛映画だね写真もやりたいけどまあ俺は映画の方がやりたいかな映画がやりたい1年かけて30分カメラだけで25万かかるっていう資産ね クラウドファンディングはやるつもりないんだよね俺は、うん、クラウドファンディングはやるつもりない、うん、中古は出てないのよ新しく出たばっかりのなつだからだしあのメンテナンスのこととか考えたら中古じゃない方がいいよ いいいいよ,いいよ、うん、いや金出してくれる人いるんすよそれがいるんすよいいじゃん気楽にやろうよ <laughs> なんでそんなみんなカッカカッカしてんのよ気楽にやろうよ楽しくやろうよ応援してくれてる人がいるんだからいいじゃんなんだかんだもう11万だよありがたいよ本当になんでそんなさカッカカッカしてんの <laughs> ストレス溜まってんのなんか 全然まったりやろうよ別に1年かかっても2年かかってもいいんだからまあ額はでかいよ確かにでもコツ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 積み重ねてやっときゃいいんだからクラウドファンディングなぜ否定派ってクラウドファンディングをやったことがないからめんどくさいのだし中抜き取られるわけじゃんだったら自分のお金で買った方がいいじゃん 誰にも迷惑かかんないしうんだって別に普通にふわっちでもらうお金も別にお金じゃんそれでよくないいつ電話くえっ、ー、とねゆいがさんの電話する前に40分後にかけるって「今電車に乗ってます」って言ってたちょっとまだ全然絡みのない人だからわかんないんだけど、うん えっとね、40分後って言ってたから、もうそろそろかかってくると思うよ。もうそろそろ、もう10分以内にかかってくると思う。てめえの財布でやってるじゃん。自分のお金でやってるじゃん。のんちゃん、ジュース取ってくんないあの、炭酸のファンタの。 いや、乞食かどうかはもうさ今さらじゃんふわっちで配信やってるのなんか全員乞食なんだからあれ <laughs> そんなこと言ったら乞食でしょそんなこと言ったら人の金で生活もう2年やってんだぜ俺 <laughs> 今さらだよ今さら投げ銭で食ってんだから。 よいしょ <laughs> 俺怠け者だよ。えっーまともか変かで言われたら変だよなまともか変かで言われたらクラウドファンディングってだってページでやるんでしょ生でさこうやって声で俺は。 プレゼン打ちたいからうん覚醒剤やってないよ俺ピッコロありがとうアイテムありがとう、うん、ファンタでさえ自分で取らずに怠け者は一年通して映画作れない大丈夫だよみんな助けてくれっから、うん、うちのリスナー優しい人ばっかりだからみんなが作ってくれんだよ、うん、リアルな友達いない、うん、ファンタだよファンタほらファンタ うん、ファンタ W プラスヨーグルトトロピカル、うん、お美味しいし、うん、いいじゃんみんなで楽しくやろうよなんかカッカカッカ切がらないよ <laughs> 楽しくやろうよこれねスーパー スーパーでね79円とかだったから美味しそうと思って買ってみようと思って早くプレゼンしてって何何何をプレゼンするの腕はい腕はい俺覚醒剤とかやったことないよはい、はい、<laughs> 全然見せられるよ 何プレゼンテて映画作ります300万かかります皆さんよろしくお願いします応援してくれる人はアイテムくださいよろしくお願いします以上です <laughs> どの映画作るか恋愛もの作ろうと思ってるね、うん、覚醒剤今ホットだからねじゃあ注射とか怖いじゃんただでさえ注射すんの嫌なのになんで自分で注射打つのよ うん、爪の間に刺す人とかいんの拷問でしょ何それそんな人いんだ、うんうんあ。それで投資できないんだったらもう終わりですよ。<laughs> 企画倒れですよ。じゃあ。うん、ありがとうピッコラありがとう。歯茎とかもあるんだ。へえ知らなかった。詳しいね。 <も>う, <laughs> うん終了だね終了何返金って <laughs> 何返金って医師の方は死んだんじゃないの分かんない、うん、カオスはなんか救急車で運ばれたって言って連絡取ってくれって言われて俺ツイッター確認したらキャスやってたよだから多分生きてるよキャスやってたキャス カオス生きてると思うよ。うん。祖が300万投げてくれるの。フフフ。てかドキュメンタリーじゃないよ。今回創作もの。創作もやりますねえ。えぐいことやってんのにないと思うんだけど。<laughs> なんかえぐいことやってる俺。うん。えぐいことやってんのかな あやってたわカオスよかったよかったありがとうカオスは役中っていうかまあもともとずっと旅しながらいろんなドラッグ試してるっていう話を自分の枠でやってるね、うん、キャストはねいろいろ考えてるんだけど募集しながらやろうかなってこういうシーン撮りたいからっつって声かけてこうかなとか思ってるね 連絡全然 OK だよ連絡あのラインに連絡くださいあの配信外での連絡はブロック入れます配信中に連絡くださいメールか電話か妻にゃんは声かけてないね誰が薬やってると思う いやあの人だこの人だなってあるけど俺は自分の放送では言うつもりないよでもまあ配信者の中で噂が回ってるよもう、まあ、誰と誰がどんな薬やってるとか,か一斉逮捕とかあると思うよいやわかんない電話俺に聞かないでよ俺も待ってるんだよ電話 機材が欲しいっていう集金だよ、これ。だから、うん。機材が欲しいっていう集金だよ。一緒でしょ。あ、なに映画っていう名目を使わないで配信機材が欲しいってことか。うん。いや、だから自分で買うよ。花火何個欲しいですかできるだけ欲しいですね。本当に。あの、お気持ちで全然構わないですよ。お気持ちでいいです。あの、くれるだけ欲しいです。段階職進んでるよ。 進んでる進んでるうんパイセンは映画出ないってさっき口説いたよパイセン出てよっつったけどいやだって <laughs> するから待っててあ,ありがとうございます待ってますありがとうパイセン主役っていうか俺パイセンは絶対あの敵役で使いたいねうんもし出てもらえるんなら、うん、指ね結構長いって言われるんだよねうん指すげえ長いって言われる ピアノとかやってたとか言われるそう手の形綺麗だねってテフェチの人にありがとうございますありがとう花火ありがとうありがとうございます匿名さんありがとう誰だろうしゃ内ない一発つってあーありがとうありがとうサンキューほらいるじゃん支援してくれる人恋愛モードだよ、うん、いや恋愛 恋愛ものに適役必要でしょ。新八丁より立ち悪いかな。なんかすげえ、すげえなんか叩かれるよな、今回のプロジェクト。こんなに叩かれると思ってなかったんだよな。なんかもっと粛々とふーんぐらいだと思ってたんだよね。ふーんって。うん 恋がたじゃない、本当の敵ねお金かけて遊んだ経験がないあー俺もそれ感じるなんかなんか仕事であるべきだっていう考え方をすごい植えつけられててなんか俺遊びでそのなんつうの大人の遊びっていうか所上司みたいなノリでやりたいんだけどなんか300万を遊びで使うなんて不謹慎だみたいななんかすごい古い価値観っていうのかな昭和の価値観をこう 植え付けられてるる気がするなんかパッと遊ぶっていうかさみんなで300万で遊ぼうぜっていう感覚なんだよ俺はイエーイみたいななんか戦隊物ごっことかを大人が取るみたいなノリなんだけどなんかねそれが伝わらないみたいなんだよねなんか遊びながらやろうよみたいなノリなんだけどバガありがとう。 あ、まあま制作費ゼロなんだすごいねありがとうございます花火ありがとう花火ありがとうございますうんなんかこう気楽にやりたくないなんかせっかくの遊びなんだからいや全然叩かれてもいいよ別に、うん、叩かれてもいいよ、うん、最近リスワンもう去年の10月からもう狙うのやめるっつってからずっと取れてないっすね まあもう取れないと思うよ。もう人気ある配信者ばっかりだから。うん、コメントねあの、特名枠だと流れるんだよね。ギャラは一切払うつもりないよ。それは説明するよ。うん、ギャラとか払えないっすよって。 予算に組んでないんでって、うん、累計1万はいかないね多分いって3千4千だと思う俺はピンの力だといや俺のピンの力はね丸1日分回し千いくかかかないかだと思う昔はねあの面白い配信者いなかったから取れたんだけど今1万いかないと無理よ力が足りない俺は。 俺偉そうえ俺のこと偉そうって思ってる人いんの俺偉そうかな俺結構すげえフランクだと思うんだけどめちゃめちゃフランクな性格だと思うんだけど偉そうに見えるマジか偉そうかな結構フランクにやってるつもりなんだけど偉そう <laughs> みんなが俺のこと見上げてるからじゃないの 俺みんなのこと見下してないよ、うん、そうかな態度でかいかなあすいませんはい <laughs> 偉そうなんだいやいやまあみんなが偉そうって言ってることは偉そうなんだろうね全然偉そうにしてる偉そうな人嫌いなんだけどな俺うん のんちゃん俺偉そう。ちょっとえ何？<laughs> え俺のんちゃん偉そうにしてる？ちょっとね。<laughs> あれ？<laughs> そうだったんだ <laughs>。ちょっとねって言われちゃったよ <laughs> え。えほそんなところある？俺めちゃめちゃフランクだと思ったんだけど <laughs>。 ええー、まあ、彼女が言うんだからそうなんだろう <laughs>。ちょっとね、って <laughs>。ありがとうございます。ありがとうございます。カメラをかけたゲームってなんですか内容はあの、バーニングありがとう。ありがとうございます。おーバーニングタイム発動。ありがとう。サングラスありがとう。すげえすげえ、バーニングタイム始まった。ありがとうございます。みんなラッシュありがとう。すげえすげえ。サングラスラッシュありがとう。 すごい誰これありがとうございますたくさんアイテムありがとうやばいやばいやばいありがとうありがとうやばアイテムありがとうございます、うん、可愛いげがない KP ありがとういいねありがとうみんなアイテムありがとうサンキューでーすアイテムありがとうすげえすげえバーニングタイムすげえありがとうございますうん あお疲れっす。お疲れっす。5分で終わるのバーニングタイムは。ありがとう。嬉しいっすよ。うん、偉そうにしてるかなピッコロありがとう。ありがとう。ありがとう。バーストタイム終了だ。ありがとう。みんなありがとね、アイテム。アイテムありがとう。サンキュー。すげえ。ありがとう。みんなありがとうございます。すごいすごい。ありがとう。 かまあねえ1分だね応援してくれる人がさ普通に応援してくれていいじゃんねえそまない普通に気楽にやろうよもっと楽しく人生1回しかないんだからこれバーニングってアイテムじゃないのなんてアイテムな、うん、あ普通はもっと飛ぶんだ <laughs> 普通はもっと飛ぶけど異常に飛ばないんだ俺がこんな飛ばないの初めて見たって言われて とっても偉そうこんばんはこんばんはいくらになったのいや書いてる書いてるここに書いてんなテロップに書いてるよここ3256円だね、うん、バーストタイムかすまんすまん、うん、バーストタイムかバーニングじゃないんだ嫌われすぎいやー昔からなんだよねなんで嫌われんだろうこんなに 結構いいやつだと思うんだよ、ね。のんちゃん俺結構いいやつだよね。ねえ、偉そうにしてなくない？うん、ちょっと偉そう。<laughs> ええー、そうかな。<laughs> 本当に？うんあ。ちょっと偉そうって言われた。<laughs> いや俺配信が仕事なんか言ってないよ遊びだよ遊び遊びで食ってきたいの遊びで食ってきたいんだよ、うん、ねえありがたいよねいや別に謙虚じゃないよ <laughs> うん偉そうかうん 将来的にはどうする将来のこととか考えても無駄だから何にも考えてないね。今が楽しかったらそれでいいやと思って。うん、<laughs> だって将来のことなんて考えたら不安しかねえだろ。ああああまあでも実際遊びでくれてるんだからいいんじゃないああなんかイラッとするって 弁叙さんも言ってた。えー、なんかショックだな。俺、弁叙さん結構好きなんだけどな。マジか。イラッとしてたんだ。俺、結構弁叙さんのことしちゃってるつもりなんだけどね。なんかかっこいいお兄ちゃんみたいな感じで。結構なんか、しちゃってるつもりなんだけど。あ、そうなんだ。向こうはイラッとしてたんだ。<laughs> すげえショックなんだけど。 俺はかっこいいお兄ちゃん的な感じで結構ベンジョ兄さん的な感じで結構おっしちゃってるつもりなんだったよね。ありがとうありがとう花火ありがとうサンキューそうなんだ。みんなのことイラッとさせてたんだ俺。すげえショックだよ。な、なな、何が具体的に偉そうのな,なのな、なんなのそう。みんながイラッとするポイントは。ありがとう 俺、献身主義かな。ロバート秋山のコントみたい。あラ LINE 来てる。 手組んだり足組んだりすんのリラックスして話したいからだよ、うん、リラックスしてだリラックスして話したい、うん、プロ来たね電話かけてくれるってよ、うん、俺も全然わかんないよ全然経歴とかわかんないよ もしもーし。あ、もしもしー。はじめましてですー。あ、ワドです。よろしくお願いします。さ失礼ります。すいません。逆をすぐに。はい、はい。えっ、ー、と、すいません。配信中なんですけれど、大丈夫ですか。いいえ,いえ大丈夫ですよ。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ軽くなんかこうお名前とか自己紹介いただいてもいいですか。<laughs> <laughs> はい。まあよあのー、よし君で呼んでいただければ。よし君さんで。よし君で。<え>はい、お願いいたします。お願いします。え、よし君は放送を結構見るんですか。 え和藤さんの,あの放送もたまに見させていただいてます。あそうなんで、すね、はい、はい、はい、えー、で、なんか、まあ、今回、どういった流れでとか、あのー、いや、なんかちょっと映画作られることあったんで、ちょっと、はいあのー、お時間になれればなと思って、ちょっとなんか面白そうだなと思って、はい、ちょっとお声かけさせていただいた感じでございます。あ,ありがとうございます。 な,な,んなんて言えばいいんだろうあのぼ僕の性格とか僕の経歴とかって把握されてます <laughs> あ<の>まああの経歴っていうほどではないですけれども経歴というかあの前,、ええ、前,前科というか <laughs> 素行の悪さというか <laughs> あのかんか面白くできればなって感じではいはい <laughs> はいあのえ,ー、えよし君んさんあれなんですかあのげ現役のカメラマンさんなんですか 現役ですねなんでなんかね、はい、あの力になれそうな気がちょっとしたんで、はい。えー、すごい、えー、でも僕正直言うとあのいつも見切り発車でやりたいことパンってやりたいっつっていや <laughs> あの構想とか頭にあるんですけど基本的に「やりましょうよ」「いいんすかそんな感じでも」「なんかご迷惑かけたら嫌だな」っていう <laughs>、はい、途中で終わらなければやりましょう最後までまあ最後までやりたいです <laughs> はい はい、いやなんか町山さんの話とかもしてたんであもう大好きなんですよなんかね映画好きなんだろうなーなんて思ってたんで大好きなんですよ、はい、やりましょうよぜひ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 。はいえ都内の方なんですか都内です都内ですあじゃあもう結構あのあれですよね近いんでバドさんも都内僕新宿の日新宿5丁目ああじゃあ,あもう全然すぐですかあの近くなんであのーはい 全然この辺なら全然大丈夫ですよ。あ、マジですか。ありがとうございます。えー、もう本当に何もわかんないですよ。<laughs> いやいやなんか結構いろいろ勉強されてる感じしたんで。いやいやいや,いや全然全然。僕も全然まだまだですけど。はい。全然なんかね一緒にできたら面白いなと思って。ああ嬉しいですありがとうございます。いやいやいや。なんかカメラ何持ってるんですかとか。カメラですか。はい、カメラはでも。はい。 今回、映画で使うんであれば、なんか、はい、僕がよく映画で、まあ、予算的にないような状況で作るんであれば、はい、ソニーの FS7 とか、はい、そういったカメラですかね。はいはい、僕なんか、いろんなその映像関係の人とかに相談したら、えーえー、なんか、ワド君がやりたいのだったら、アルファ7どうっていうふうに進められて。うん、アルファ7は最近綺麗ですよね、人気ですよね。はい で、なんかよく使っている人見ます。あ、本当ですか。ど,どう思いますか。うん、なんか、僕、今それで撮りたいなと思ってるんですよ。うん、まあ、でも、なんか変な話、なんか、あのー、ね、あのー。はい、皆さんからこう資金集めて、こう、はい、あのー、支援もらってこう。 カメラ買うんであれば、逆に僕、逆にカメラ持ってるんで、あの自分でも仕事してるんで、逆にそこじゃないところにお金使ってもいいんじゃないかなって、ちょっと思ったりもするんで、もったいないじゃないですか、この今25万円でカメラ買うって言っても、今25万円で買えるのかもしれないですけど、やっぱり映画やるって言ったら、結構な機材かかると思うんで、逆に違うところにお金かけてもいいんじゃないかなってなるほど、なるほど、なるほど。 ね、ちょっと、はいまあ、そういうのも含めてちょっと一緒になんかこういろいろアイデア出しながらできたらなとは思うんですけどねですねありがとうございます、うん、なんか30分ぐらいのショートムービー撮って出品、えー、なんかこう映画祭とかに出してみてなんかこう賞、うん、とか狙ってみたいなとか思ってるんですよいいですよねそれやりたいですよねやりたいですはいでなんかまあ撮れたらめっちゃ面白いじゃないですか、うん、配信的にも 確かかにはいいなんかそういうちょっと本気でその辺とか狙ってみたいなと思ってで結構、なんか業界の人とかでうん、うん、なんか監督さんとかやっぱ照明さんとかで、うん、今現役でやっててと声いただけるんですよよしさんみたいになるほどん一緒に撮りたいって言ってもらって、うん、なのでなんか一回集まってなんかこうみんなでアイディア出し合ったりとか一回ブリーフィングしたいなと思ってはいいう感じなんですよね。なるほどはい い,やいいですね、そういうの、ちょっとやっぱ、はいね、なかな,か,こう <laughs>、ね、なんかタイミングないとみんなでできないもんだと思うからせっかくそうやって和藤さん、企画されてるんで、はい、そういうのやったら面白いと僕は思ったんでちょっと一緒にできたらなとな思ったんでめ、はい、めちゃめちゃゃ嬉しいいですすありがとうござまどういう感じの内容とか方向性とかってなんかこう決まってるんですか なんか1回目は本当はドキュメンタリーで勝負したいっていうのが僕の中であるんですよマイケル・ムーア監督が大好きであドキュメンタリーでこう生活保護とかホームレスの話取撮りたいななんて思っていたんですけど <laughs> でも一発目は創作もの方がなんかこう伝わりやすいのかなとも思うし。<笑><笑> なんか可能性が無限だからちょっと苦手な方をあえてやってみた方がいいなと思って恋愛ものを取ってみで例えばその何て言うんですかね女子高生がなんかすげえ感動したみたいな分かりやすいのって結構あるじゃないですかそのお涙ちょうだいみたいなああいうのはすごい嫌で、はい、僕の中では。<laughs> なんか自分が持ってるその恋愛ってもっとドロドロしてるものだし恋愛ってヒリヒリするものだしなんか青春ってその絶対に失ってはいけないものを失う儀式だっていうのが僕の中であるんですよだからもっとその恋愛のリアルみたいなものを描きたいっていうのがある1点目で次にあと死ぬことと生きることの死生観みたいなものっていうのをその中に織り交ぜて描いていけたらなっていう風に思ってるんですよ。 うんうんうん。で、えっ、ー、と具体的なストーリーに関して言ったら、その二、うん、つの世界観を別同時並行で進行させていくんですけど、そこにちょっと映像的にあれっていう部分のネタがある感じなんですけど、それお会いした時にちょっとお話できればなあなんて,て,て、うん。そうですね。ぜひね一回ちょっと話ねお会いし打ち合わせしたいですね。なんかね。はい。 そうですね、だから物語的には今回作る1と2っていうのを全く別物のように作るんですけど3でドッキングする構想ではあるんですよ。あなんか面白いですね,そううね、はい、だから1で見せるのはちょっとそのさっき何で敵役が必要なんだよっていう声が上がったんですけど思いっきりファンタジー路線ファンタジーなのかファンタジーじゃないのかあれなんですけどちょっと不思議な世界観を出したいんですね。 だから黒巻とかでちょっといろいろ作らないといけないのとなるほどなるほど、はい、で 2, 2個目は思いっきりリアルなドラマ風な感じで撮ろうと思ってます映像加工とかも全然しないで、はい、うん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 はいなるほどなんか結構いろいろ考えられてるんで、はい、なんかこうなんだろういろいろお話したらこういろいろ出てきそうだなーっていう感じはするんではいなんかもうちょっとこうはい ね、なんかお会いしお,お話ししたらもうちょっとなんかこう詰まってくるんだろうなっていうあそうですねそうですねうん、はい、それをどう映像と予算の中でどう回クリアしていくのかっていうのが難しくてで、ね、であと今これあれなんですか、はい、予算って目標300万っていうのはあれなんですか、はい、300万ぐらいでなんか集めてそれで作ろうかなみたいな感じなんですかね、はいはい、僕正直、うん、予算ととかかかんなかったのとりあえず機材カメラレンズ編集 のパソコンとファイナルカットで作ろうと思っていてそこで100ぐらいかかるっていうのとななるほどなるほどなるほどど、はい、あとはまあ後ろ照明とかスタジオとかロケとかでどんどん金かかるし、うん、まあ多分、ねはい、上映するのにもお金かかるんだろうなと思ってうん、そうでしょうねはい、300っていう設定にしました。うん なるほど、はい、でも300ぐらいあったらなんかできそうな感じな金額ですよね。なんとか多分形にはなると思ってます、うんうん、僕は。確かに、かそんな感じしますね、確かにね。なんか新宿とか新宿だったかのどっかにもそういう、はい、あの単、ー、館みたいなところがあって、はい、そういう。 自主映画とかそういうの流しているところもあるんで、そういうところで2週間とか、そういうの流せるから、そうなんですよ、そういうところで、なんか上映会、オフ会とかもやりたくて、いいですね、だそういうところもやっぱお金かかるんで、ですよねちゃんと、もちろんお金取って、見せるの見るんだと思うんですけど、多分、一やっぱ数週間借りるの20、30ぐらいかかりますよね、ああいうところって。借りるんですか だいやいやあれってあの別に自分で何日って言えるんですけど大体みんなやってるのって大体1週間とか2週間ぐらいが多いですよねそれでいくらぐらいかかるんですかね大体え結構しますよでも30とかで何十万っていう単位でかかりますよですよね うんうん、だから、撮り終わったらファーストの作品をなんか北海道と東京と大阪とって回ってなんかやってみようかなと思ってそれも含めた300ですね意外とコンテストみたいなのあるじゃないですかそういう映画の、はい、ああいうのとか出すと結構大き,い大きい映画館で流せたりとかもするんでそれでも結構あシ,ョショーとかを取るとってことですか いや、ショーんなくても流せるんですよ。はい、なんとか映画祭みたいなあるんですよ、そういうのが。ああ<ー>、なる,なるほど、なるほど。そういうのとかも全然流せるんですよ。で、すごい大きいスクリーンで流せるんで、<ー>そういうのも結構面白かったりするんでね。はい。うんなんか、お金かけないでな、はい、まあ、お金かけないでって言っても、そこに見に来るのって、もう本当に一部だと思うんで、やっぱりちょっとお金かけて見てもらうっていうところもあるんだと思うんですけど、はい、あとはなんかこう、やっぱり、まあ、あの、なんていうんですか、 そのお金を払って映画,で映画館で上映するんじゃなくて、はい、どうにかこのよく興行収入、興行収入っていうように、はい、なんかお金をもらってこう流せるのが一番ベそうですね、は僕はだから今回の一作目に関しては、もう本当に、なんだろう、うん、そこで見てもらってお金を回収するっていうよりも、うんうん、申し訳ないけど、300使い込んじゃうねっていうことで、もう話しちゃってますね、うんうん、ここで回収して次回作っていうのは、多分無理だから。 爪痕を残してこういう作品が持ってますよっていう、うん、なんて言うんだろう、うん、なんて言うんてうですか、ね、こういうことをやりましたっていうものになるからそれで何だろうね次の話とか持ってったり賞取れたらそれはそれでってなるからっていう感覚なんですよねだから300は解けますね完全に今回。うんうん、まあそううでしょうね、はい 最低なラインですよね、きっとね、三百っていうのはね。ぎりぎりって言われました、1000集めないと、映画作ったことある人に言われたのは、1000は必要だよって、パンフレットとか。僕もね、お金計算してるわけじゃないんで、普段が、あれですけど、300ってきっと、自主映画でも結構最、もっとね、描けない学生の映画とかあるんでしょうけど、ただやっぱほら、うちら、社会人となれば、やっぱお金かかると思うんで。 ね、そういった意味では300ぐらいかかるんでしょうねきっとねー、うん。ですかね。うん、うんちょっと僕も手探りで逆にこうやって、うん、なんて言うんですかね教えてもらいながらというかやっちゃってる部分があるんでやっぱほら音楽とかも作んなくちゃじゃないですか、はい、サントラみたいな。はいねそうなるとそういうのもお金かかりますもんね。はい、ですよね。 まあでもなんか逆にこうやってせっかく巡り会えたんで僕,ら僕なんかは技術的な面ではその照明だったり音声だったりとかそういった意味ではあの僕の周りの人を集めたりもできますしそういった意味ではもう本当にあのなんかまく,く使ってもらったらって変ですけどなんか僕らもね経験になりますからそういった意味ではなかねうまあの一緒にできたらなっていうところは。 ななんとととくく思ったりりはしししてままますすすけどありがとうございい今後ともよろしくお願ちょっと僕もだからどういう感じで動いていこうかなっていうのも動き始めて1週間ぐらいなんでなるほど、はい、じゃあ僕たまたまあれですねご連絡したのもそうなんですよ結構早い段階でそうなんですよでちょうど10万とか9万とか8万とかのタイミングで,でいろんな人からも結構声かけていただいてるんですよ<ー>いや,やろうよって言ってなるほどはい だから僕もちょ,ちょうどね、あのーはい、僕、あの普段、某舞浜のテーマパークのプロモーションの動画とか撮ったりしてるんですよ、普段、実は。<laughs> 結構で、っかいところででで、すすよよ、ね。ねそうなんちょうど今、あの夏のイベントの、はい、撮影とかもちょうど終わったもんで、ちょうど時間ができて、ちょうど見てた時にちょうど、そんなようなこと書いてあったんで、<ー>ちょうど声かけたんですけどね。はい あそそうの、で、よしさん、よしんさん、ギャラとかおさらいできないですよ、僕。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、都内であればね。なんか、僕も結構、そういう、あんまそんな数はやってないですけど、そういう、なんか、自主映画的なのを一緒に協力して作ったりとか、そういうのもしたことあるんで、はい。もう本当に申し訳ないんですけど、 はい、はい、あのなんかそういうところも予算とかに全然組み込んでなくてまあなんか一緒に、ねはい、できたらでもあのまあ期間的にどのぐらいあれなんですかいや僕正直35までになんかできたらもう35までにこれやらなかったら、うん、多分もう諦めるなっていう感覚あって、うん、でその今こういうなんか皆さんに食わせていただいてるんで時間は無限にあるんでもう今やるしかないっていうので、うん、思いつきでパッて映画撮るわみたいな。うんうん 細んのりで言っっっちゃった部分とかもあってだから35までには作品完成させたいなと思って今33でなったばっかりだから2年ぐらいあるんですけど,どゆっくり積み重ねたいですねはい。なるほど,るほどはいど、はい、だから特にそのなんていうか2か月で撮るとか半年で撮るとか考えてなくて結構準備だけで僕の経験ですけど準備だけで1年ぐらいかかってるイメージはなんとなくあるんですよですよね撮影は大体なんか 半年とか2か月とか、結局時期に、時期によって撮るんで、はいはい、そういうイメージはなんとなく僕の中ではあるんですよね、2か月ぐらいのイメージって。2か月ぐらいで撮影は終わる。うーん編集にちょっとかけるんですか、編集もやっぱ2か、もうちょっと2、3か月ぐらいかかるのかな、うん、なんかそういうイメージありますけどね。じゃあ、プロジェクトの企画に1年かかってますよねそうですよね。 あとやっぱキャスティングだったりとか、はい、その台本の構成だったりとかも、結構やり、はい、ねやり取りだったりで結構時間かかってるっていうイメージもありますし、あとロケ地ですかね、はい、ロケ地のーお、あのー、OK もらうのに、はい、結局、警察に道路使用許可もらったりだの、はい、いろんなのあるじゃないですか、はい、そうするとなんか、結構右から左に動かないようなイメージが結構多いんで。 うんなんだかんだで、準備が1年ぐらいかかってるのかなってイメージはすごいあるんですよね。ですよね、わかります。なんかそんな感じですかね。はい すいませんなんかざっくりしたお話しかいいいえなんか僕も全然なんかいろいろお話聞けてよかったんでぜひなんかちょっと一回、はい、ねあの電話で,、ね、でお話ししててもあれだと思うんでそうですね一回なんかちょっとねどっかのタイミングでお会いしてはい、はい、いつごろとかってあのご予定とかって大丈夫な、うん、の僕いつでも暇なんですけど、うん あそうなんですね。はい、じゃあ僕はあのちょっと仕事の都合もあるんでまたた、はいあの、まあ、夜かな夜であればまあ,あ僕もう夜中でも全然動けるので<もう> <laughs> 夜中はね、はい、ちょっと寝たいんですけど <laughs> 呼び出してください6時7時ぐらいであればあの新宿だったり渋谷だったりであれば全然出れますんであよろしくお願いします ええ、ぜひ一回ちょっとねあの、はい、お電話して、はい、あお,お電話したいよ一回お会いしてお話ししてみたいと思うんでよろしくお願いしますはいこちらこそ、はい、すいません突然お電話あいえいえとんでもないですにはいありがとうございます、はい、すいませんどうもありがとうございますまた連絡いたしますはい失礼いたします失礼します、はい、ういフリーザフリーザって何のただいまうん 仕込みなんか入れてねえよ <laughs> 何でもかんでも疑うんだなお前らうん、うん、仕込みとかやめて本当にキャメラマンよシ君に決定しましたキャメラマン、うん、カメラ台はいるカメラ台はいるカメラ台はいるあのそこはダメなんでかっていうとマイキャメラを持ってない監督はやっぱダメだから マイキャメラをと持ってないとダメなの俺の中ではカメラいるいやキャメラいるでしょう、うん、お前がいかに適当か分かってしまったあすいません、はい、だってギャラ払えっつったってギャラプロのキャメラマンどれだけ金かかると思ってんのよカメラ欲しい <laughs> いやカメラか買いたいのいやカメラは欲しいじゃん いや、だっていいじゃん、マイキャメラは買わせてよ。じゃあ、カメラ、なんかあるんだよ、多分。カメラ持ってないと、ヨシ君が、ちょっとなんか立場が上になっていって、結局ヨシ君が監督になったりするの。俺の方がいいカメラ使ってっからみたいな、あんだよ。あるんだって、そういうの。やっぱカメラを下げてお,おいて、ミーティングするのと、カメラがここに置いて、あ、どうもはじめましてって言って、カメラをそっとここに置いとくだけで、 話が変わってくるんだよ、多分そう。映画ってそういうことなんだって。だかわせてよ、マイカメラは。ここに置いておきたいの、マイカメラを。それ大事でしょ。いや、大事でしょ。だって、え、お前カメラ持ってないのみたいなんだよ。いや、だ、だってカメラマンと対談をするときに、ヨシ君は多分すごい出すと思うよ。3個ぐらい出すんだよ、多分いいカメラを。プロの。 あ、これは、こういうやつで、みたいな。マウンティングが入るんだって。で、その時に俺が無防備になるわけ。ね。その時に、普段何使ってるんですかつって、ここに iPhone があるのと、ね。お前 iPhone で撮ってんのみたいになるんだよ。よし君んから。そうじゃなくて、ここに、ソニーのカメラがあるだけで、全然話が変わるんだよ。やだー、カメラ欲しい。えー、カメラ欲しいんだけど、買わせてよ、もう。だって、もうちょっとだったじゃん。 もうちょっとじゃんあと半分だよいやカメラは必要だってカメラマンええヨシ君のカメラで撮んのヨシ君のカメラで撮んのじゃあありがとうありがとう花火ありがとうヨシ君のカメラで撮ったらヨシ君の方が強いみたいになるじゃん で結局映画公開されてもあれヨシ君のカメラでしょみたいになるんだよリスナーの中でいやヨシ君のヨシ君がうまいからでしょみたいなでそ,うそうなったら話が違うでしょうんいやでも25万のカメラがあるだけで全然違うヨシ君の作品になっちゃうわけだからうんやだよ買うよ ちょっとカメラは買わせてカメラは買うからいやまああっちょうみたいな配信するのに必要なのもあるけどえー、マジで言ってんのフィルムカメラで今時撮らないよよし、うんうん、君の作品っていうのやめてちょっといやいや今相談してよ うん、今相談した。うん、和道の三脚とこれ、<laughs> ベルボンの三脚だよ <laughs>。これ、八千円の三脚だよ、これ <laughs>。ええー、じゃあ俺、何買えばいいの監督、他にもいっぱい,いだから今、マネーを集めてるんだよ、マネーを。一番大事な仕事。 25万まで。えー、っとね、今ね、25万。ありがとうありがとうアホやで俺、俺 <laughs> つって <laughs>。ありがとうございます匿名さん、花火ありがとうねカメラ必要だよね、匿名さんね。花火師さん、カメラ必要だよね。ほら、わかってるじゃん、花火師さんは。ワード舐められんなよって。メガホン ?GoPro で頭にここにつけとくの ?AD、やだ。 ダンカンさんカメラ持ってないよ。いやーヨシ君の作品になっちゃうじゃんヨシ君のキャメラで撮ったら。カメラいらないってじゃあ何がいるんだよ。カメラいるだろうどう考えてもうるせえなーぐち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 よー人の人の企画に。ディレクターチェアはいらないでしょ。ディレクターチェアなんかあんなパイプ椅子っていうかさあのなんかあれだキャンプの時の椅子だろ うんあと14万でカメラ買えますね全体的に300必要なんですけどカメラを買うには14万ですねあと14万かな13万5000円ぐらいかな今今この金額ですねうん 監督に必要なのは道具じゃない、道具でしょう。うん。うん。編集ソフトはファイナルカットだね。ただパソコンがこのパソコン7年前のアイ。 これじゃ編集無理。うん。編集無理。俺じゃどんな映画撮るのや。まあ今話したんだけど、恋愛ものを撮ろうと思ってて。で、一部、二部で構成変えて、三部でドッキングしようと思ってる。うん。弾丸塾の合宿、カメラ変えるうん。来月支援、あぜひぜひお願いします。4K では撮らない。えっ、ー、とね。 うんといや、HD ぐらいでいいと思ってるんだよね。それも相談する。フル HD ぐらいでいいと思ってる。HD でも俺いいかなと思ってるんだけど、うん。パソコンは、あのー、もう超高いやつ買うから。パソコン、もうすげえ高いやつ買う。バカじゃないです。Mac で70ぐらいかけないと無理だろうね、多分んね。よ、う、し、ん、君から今 LINE 来て、よし君の作品にはならないですよってかい書いてくれた。 パ、うん、チンコはね、あのなんだっけ、アマゾンでね調べた千1000円ぐらいで売ってた。1000円以下で売ってる。うん、カメラいるのうるさいな、いるのカメラいるっつったらいるのパソコンも買うよ。カメラいるのいるのいるのカメラいるのうん。いろんなことやるのカメラは欲しいの いいのカメラちょうだいうん。いや、カメラいるのカメラないと、やだ。カメラが欲しいの、そう。ソニーの α7 買う。iPhone いらないのやだ、やだ、やだや、だや,だやだ。じゃ、のんちゃんに相談する。のんちゃんカメラいるよね、うん、ほら、うーんって、ほら。のんちゃんいい子。のんちゃんいい子。 うん。お、うん、らえ見た。カメラいるじゃん。カメラいるだろう。のんちゃんがうーんって言ったときは必要なときなんだよ。本んじゃない。うん。ミラーレス。のんちゃんもいるっつってんだから。使ってない,パいカメラあるけど。うるさいうるさいうるさい邪魔するな。うるさい。うるさいうるさい。新品のソニーの α7 が欲しいの。 やめてうるさいうるさいそうえアルファ2じゃないアルファ7ー。うんアルファ7のツ2じゃない、うん、カメラ欲しいの5万のカメラとかじゃないの25万のカメラののうるさいよしくんのカメラでも撮るよじゃあ でも俺のお気に入りのカットは俺のキャメラで撮りたいの俺の俺の作品なんだから α9 は届かないようん なんでなんで応援してよ。初映画だよ初映画。マイキャメラ欲しいでしょえ。えじゃあさみんなさじゃあさボクシング始めた時マイグローブ欲しいでしょ子供が野球した時にグローブ買ってあげないのねえお前らが言ってることそういうことだよ。ねえ。ま子供の誕生日に グローブ買ってあげるでしょ違くないそういうもんじゃないのうわ虐待虐待だわ DV ネグレストだネグレストネグレストだわあーひどいもう,もうひどいわ虐待ですよ虐待 うんフルサイズだねえー、俺の親でしょみんなはみんなが育てたらこうなったんだよ、うん 初見いらっしゃいえもっと可愛がってよすくすく育てようよ世界の和道になるかもしんないんだよ世界の和道にねえもう準備万端だよ俺お前ら全然分かってねえよ俺がいかに準備してきたか完璧だからねえのんちゃん 世界のはどうだもんね全然分かってないよ なあなあ監督だろなあ。よしくんもこういうところで、あこいつだって思ったわけよ。よしくん、あ監督才能あるわってなったわけよ。あ,ありがとう花火ありがとうよしくんはこういうところで、あ世界取れるってなったわけでしょああ。あこれいけるわってなってるわけだから。 応援しないけど頑張れ頑張ります全然いけるでしょう次のオフ会オフ会だから上映会だよ次のオフ会は試写会で会おう試写会で試写会で会おうそうしよう和同試写会プレミアム試写会で 舞台挨拶やおうそううしようもう決めたんだよ俺は世界の話題になるんだよ世界の話題になんでみんな否定的なのなんで映画嫌いなの フォローありがとうみんなで一緒にさいい映画作ろうぜみんなでいい映画作ろう、うん、才能は開いてみないとわかんないんだって。 才能は開花させてみないとわかんないもんなんだよまだ始まってもいないんだぜ、うん、出演したい人は連絡ください出演したい人はあのラインください脚本はこれから作るんだようるせえな これからこれからワド2ギャラはないですギャラはむしろあの T シャツ買ってくださいお着信が来た、うん、なんだろうね着信あり、うん カメラももパソコンいいいらないいるようんああまあでも映画撮るってこういうことなんだよなんかねエヴァンゲリオンも最初こんな感じだったし宮崎駿もこんな感じだったし北野武もこんな感じだったわかるわかる最初はこんな感じなんだよ松本人志もこんなこと言ってたよ叩かれたってだからやっぱ世界的な監督になる人は最初叩かれるんだようん わかるわかる。わかりる。うん、最初はみんな叩くんだよ。最初は。もしもーす。あ、どうも。和道ですん。あ、どうもです。どうもです。はい。あのー、一つ質問があるんですけど。はい。 あの映画、まあ、監督、まあ、映画を撮りたいっていうことなんですけど、はい、あのカメラってあるじゃまあ今のところ、とりあえずテロップに書いてある25万円のカメラ。キャメラですね、はい。はい、キャメラ。はいはい、これはあのー、レンタルではだめなんですかだめですね。なぜですか、それは。それはあれですよ。うんと、だめだから。ちなみにレンタルだったら1万、2万円でいけるんですよ。なめてるの 何をなめてるんですか僕は映画をなめてませんよ。あるプロの映画監督の方から僕はこれを聞きました、先ほど。誰ですかちなみに、言えません。<laughs> は言えません。その映画監督のことは言えません。じゃあなな、映画を制作している人ですね、監督でも制作の方。知らないよ、そんな。だからなぜ、ね、レンタルじゃなくてそいつ。いや、だからできるってことですよ。は だからレンタルでもその映画が撮れるってことなんですよ。撮ればいいじゃん。だから和堂さんはなぜそれをしないんですか買いたいからだよ。<ん>マイキャメラだからでも。でも、買いたいのはわかるんですけど、まず映画をしないんでしょ。しょあなたさ<も>あの、ちょっと聞いてい,し聞いて。僕は欲しくないっす。いっき欲しいって言ったじゃん。 バドさんの気持ちは分かりますよ、と。欲しい気持ちは。だけど、ああまず最初にカメラよりも映画を撮りたいんでしょいやいや、俺、マイキャメラで撮りたいの。え、じゃあ、映画を撮りたいのか、カメラが欲しいのか、どっちですかカメラも欲しいし、<も>映画も撮りたいの。どっちかにしましょうよ。やだよ。成功してから初めてカメラとか手を出すじゃないですか。やだよ。だよなんでですかや,でやだよ。ちなみに、これ300万円。その 先ほどちょっと僕、聞いてましたけど、映画館でも流したいってことですよ、流すよ最終的には。流すよ。流300万で100%無理ですよ。はぁ、あ、それもちゃんと僕は聞いてます。お金が足りません。誰からだよ。だから、ある映画,映画の,その制作をしてる方。だ、誰だよ、それ。だから名前言えませんって、それは。いお前関係ない いや関係ないじゃあなんでこれ、とつまちにしてるんですか別に関係ないんだったら違くて,てなった違くて、お前が映画のこと詳しくて、はい、300万で無理だよっていうのはわかるけど、また右だろ聞きなさ先ほど聞いたばっかりですよ。誰だよ、そいつ。これはそいつの意見、じゃあ、そいつが電話かけてこいよ。でその方はそういうね、配信でそういう音声とかもあんまり解けたくない方だしで、こういう前に出たくない人なんですよ。お前の、あれだろ、お前の周りにいるのなんかどう、どス流の映画監督だろ。 じゃあ三流でも四流でも三流だろう。あなたよりは確実に映画に詳しい人ですもう何千。何千本も映画を出してます。ちなみに。自分で。何,何千本そうですよ。映画をはい。これは事実ですよ。何千本はい。 ほんとにいやいや何千本しかもその方はねちょっと待って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 何千本も映画撮ってんのはい B 級も含めてですよいや B 級でも構いませんよ全然構いませんよ何千本って言ったんだよお前はいはいはい出してますよ生きてる間に今いくつぐらいの方50代60代しかもその方は制作ですからねあくまで監督じゃないですよ制作ですお前監督っつっただろうがよ いや、僕は政策って言ってますよ言ってねえよお前監督が監督がって言ってんのさっき言いました制作会社の人って言いましたそいつが取ってねえだろじゃあそいつに言っとけ金男性バカ野郎って いや別にそういう問題じゃない僕が上がってきたタルじゃなえです。そいつはレンタルじゃねえじゃねえかよ制作会社やってんだからよ。そいつはカメラ使ってんじゃねえかよ自分のバカヤロ。じゃあじゃあじゃあその話じゃいいですよ。じゃあ和堂監督さんとしたいんでしよ俺は監督だよ。監督って呼べや監督はちなみにあのねカメラを持って撮らないから。ね和堂さん。知らねえよ。言わいやそこがそれも知らない俺,俺は撮るんだよ。 300万も騙し取って、俺は取るの。俺は取る監督なんだよ。俺は取るタイプだ。いや、もうこれ完全に論。いや、俺は取るタイプだ。取るタイプなの。それ、俺は取るタイプ。カ監督じゃなくて、カメラマン。うるさいんだよ。監督で、うるせえよバカ野郎。俺は取るんだよ。俺は取るんだ。いや、取ってもいいです。オンで否定すんだ。カメラマンでしょ。カメラマン。 いいじゃねえか、カメラマンもやってよ。何が悪いんだよ。そう,そう。だからそれ、そ監督ならカメラマンじゃないですか、こちら。監督なんだよ、うるせえな。えっと、とにかく、で、撮りたいんだったらカメラはレンタルで,できますよってこと、僕はアドバイスをしてるんですよ。うるせえバカ野郎。<の>マイカメラが必要なんだよ、俺には。ね、何がなぜですか。なぜ,ぜじゃねえ。<laughs> 欲しいからだ、バカ野郎。それ、ただの子供のご年と一緒ないですね。5、全然違えだろうがよ。 俺の俺の映画に口出すんじゃねえよ。はい、なんだお前、アンチかいや、アドバイスでしょ、どう考えどこがアドバイスなんだよ。ううだから、レンタルでもできますよってこと。じゃちなみに知ってましたか、レンタルでできることを知ってるよ、そんな。じゃなぜまずそれでやってみようと思わないんです例えば15、15やらないもんはやらないんだよ。短めなやつもあるじゃないですか、よるせえばかてる。よじゃあ、お前取ればいいじゃねえかよ。 俺がカメラに興味ないから俺,俺はカメラ欲しいんだから俺は興味あるんだからほっとけよこのやろじゃあじゃ浜から別に映画はどうでもいいけどとりあえずカメラが欲しいってこじればいいかだからカメラが欲しいって言ってんじゃねえかよずっとよ。でもあなたはでも映画が撮りたいって言って映画も撮るんだバカやろそれはちなみにじゃお金がたったとりあえずじゃねたまったとしたら、はあ、いつそれを取りかかるんですかはあ、何言ってんのもしお,かお金がもし全部集まったとして 300万でしょ、目標。ちょっと何言ってるか分かんないわ。いや、そうやって逃げるんですか。何が何言ってんのもし万が一お金が全部ね、集まったら、いつ、集まった時点からそこからどういういとすか。お前、占いっすかな。お前、占いっすかお前、予言者かな。予言者でもなんてしてなお前さ、未来のこと分かんのね。問はどうさん。せいさいお前、未来のこと分かんの明日何を言っか分かんの予定なんかねえよ、バカ野郎、この野郎。 予定を言っていたらいいよ予定なんかねっつってんだ、この野郎。だから予定なんかねっつってんだ、この野郎。じゃあもうただ予定も立てないのにただただ300万欲しいってじゃあ言ってるんですか、ね、そうだよ、バカ野郎。最初からそう言ってんじゃ最低だねえ最低だよ、この野郎よ。よくこんな監督に皆さんアイテム投げますね。アイテム投げて何が悪いんだ、この野郎。<は>うちのリスナーさんは否定するんじゃねえ、バカ野郎。 いやだってどう考えてもこれじゃ詐欺じゃないですかじゃあ,あ詐欺じゃねえだどこが詐欺なんだよどこが詐欺なんだよ言ってみろよいやまずねじゃ映画とかを撮りたいとかお金が欲しいんであればでそれを名目として何かを掲げ,掲げるべきでしょその建てえ掲げてんじゃねえかカメラ欲しい映画作りてつってんだろこんだけ期間がかかりますとかさす知らねえよお前が思ってるよろ俺バカなんだよ それ言う、それは卑怯だわお前が思ってるよりよっぽどバカだぞお前中卒なめんなぞこの野郎 <laughs> 僕が悪かったですごめんなさい,い失礼しますはいはいすいませんでした<う>ごめんなさいバカほんと使えねえ何なんだよこいつそんなんうちのリスナー分かりきって投げてんだよなめんなよ いいじゃんねカメラレンタルじゃなくてねうんうんねえ300万必要だっつってんだからうんアメリカ行けいやアメリカは行かないけど レンタルはいいよ。カメラ欲しいんだよ、俺。レンタルってなんか嫌じゃん。なんかさ、うん。彼女欲しい。んんもしもし。もしもーし、お疲れさまです。講座ってないけどさ、こっち。はい。 あ今見てたんだけど、はいあれカメラ欲しいの別に全然もう構わないんだけどさ、はいあのいつ撮るのかわかんないなちょっとまずくねえか。わか,かんないっすもん。違う違う違う、お金入った時点でさ、やっぱさ、何、あのそこから例れ,れば、何、いろいろ準備とかか,かって、大体の予想ってあるじゃん予測ってあるじゃん、撮り始めるのがさ。いや、僕、そういうのやってないですよ。じゃいややってないじんいやそれはね。 例えばワードそれは詐欺というふうに言われても仕方ないことになる、いやその時になったらだよ。はい、でもじゃあ、いつ,いつだろうが、例えば10年後だろうが20年後だろうが、取、はい、ろうが取、うん、るからっていうふうになれば、はい、そんなもんさ、いつまでも10年も20年も待ってる人いないでしょ、あ<ー>普通に考えてね。だからだかからら そうではなく、さっきの普通の会社はさ、ワドが別に俺は、ね、作業をやるとは思ってないよ。映画を本当に撮りたいのは前から言っているから、はい、大ざっぱでもいいからさ、例えばお金が入ってから例えば1年以内に撮り始めるとかさ、大ざっぱなこと言わないと。あ、撮り始めるのは撮り始めますよ。ただ、完成は分かんないですよ、僕。あ、いやいや、その多分ね、はい、そのマンキスをギザので撮り始めることを言ってるんだよ。あ<ー>、完成っていうのは。 そうそうそう。はい、その過程っていうのは多分、ワドがさ、はい、撮ってる時にさ、過程っていうのは多分、放送で多分、ワドウを持ってれば、はい、説明する、うん、説明すると思うんだよ。はい。ある程度ね。どこまで進んだとか、<あ>出演者でもそういう話するだろうってさ。全然、あれさ、<だ>カメラ買ったらもう撮り始めるってみんなに言ってますよ、僕。あ、それは多分、満喫を聞いてたんだよ。あ,あれ、満喫をだったんですかさっきの。多分、満喫をだと思うんだけど。あ、そうなんですか。LINE 満喫をじゃなかったんで、わかんなかったっす。 あそう多分そうだと思うんだけど、はいはい、多分その撮り始めることを言ってたから、はいうん、完成はさすがにわからないじゃん。だってそうですね完成はまあ1年、うん、1> まあさっきも話したんですけどよし、うん、君っていうキャメラマンさんには言ったのは、まあ、一緒にやってくれるって言ってくれてるんですよ。あのうん、35ぐらいまでにはまあ完成させたいっていうのは伝えたんですけど。 ジブリの映画じゃ,じゃないんだからさ、10年も20年もかかるわけないじゃん。まあも,も,もちろんいうです。だから、その完成の日程というのはさ、ある程度、家庭が進んできゃ分かっていく話で、はい、ただ、やっぱりめそれお金が入った時点の初めの話をしてるから、あ,などあれで窓が切れてると、はい、イメージ変わる。イメージ変わる。お前が。ゆう香さ, <laughs>、ね、さ,さん、もうたぶん僕、5年やってますけど、イメージ覆すの無理ですよ、僕。 いや、そうじゃなく、そうじゃなく、<laughs> はい、分かるよ、イメージ覆す、全く覆すのは無理だけど、はい、和道が取りたい気持ちは分かるから、真摯にそこは答えないと、あそこできりじゃう。そうぜ。おめぇ、おめぇ、おめぇさ、お前の放送さ、常連だけじゃなくて、新規だって入ってきて、常連になってる人間いるんだろうからさ、<laughs> はい、すげえマイナスイメージだよ、これな。<laughs> はい。いや、完成かなとか言って、何言ってんだ、こいつとか思って。 取ああり始めは全然、いいもうカメラ買ったら取り始めますよ、僕。うん、まあ、上げ足はね、でも相手も取りたいんだろうけど、ただ、<laughs> その取られても、上げ足を取られても、真摯で答えれる部分はちゃんと答えないと、和道が冷静じゃないと、はい、見てる人間たちは不安に感じる。<laughs> まあ、そうですね。大丈夫かってなりますよね。そうそうそう。う。あ,あ、そういうことだったんですね。ありがとうございます、パイセン。うん お,お前がねだから熱くなりすぎ、はい、ちゃんと話を聞いてないで、はい、熱くなってるから、はい、突ののだよ今のはあ煽ってくるんですよね、なんか、いろんなだからそこ、そこを、そこを、お前がまっとうにちゃんとやりたいならば、はい、真摯に答えりゃいいの、怒んないで、はい、普通にま、まま別にね、あの、はい、何後ろに後ろ指刺されることで、ね、はい、やるつもりがないならさ。 わかりました。うん、じゃあ、こっから絶対切れないっす。はい、冷静にやる、うん。そうそう,、はいうん。理解してくれない人もいるけど、普通に冷静にやればいいんだよわかりました。はい。うん、それだけありがとうございます。はい。よし。こっから冷静にやるから。こっからは冷静にやろう。パイセンのアドバイス守ろう。冷静に行くから。淡々と監督として。フォローありがとう。監督として淡々とやろう。 確かに、ゆいがさんの言う通り、監督はどしっと構えないといけないから。いや、パイセンが言ってんだから、パイセンが。うん。うん、でも、まあ、マイキャメラは俺欲しいよ。うん、淡々とやろ。うん、いや、マイキャメラは欲しいよ。いや、ヨシ君とやるよ。ヨシ君いい人そうじゃん。だって、プロのキャメラマンなんだよ。 何を撮りたいのだからあれだよ恋愛。恋愛を撮りたい。あまたかかってきた、うん、いや、トツは誰からでも受けるよ、別に。反論だろうが何だろうが。全然受け付けるよ。カメラは欲しいじゃん。やっぱ男の子の憧れなんだよ。マイカメラっつうのは。やっぱ。 映画監督、俺,俺らはさスティーブン・スピルバーグに憧れた世代だからやっぱスピルバーグはほらキャメラの話するわけよよくやっぱキャメラがキャメラがって事あることに言うわけだか,だからマイキャメラを持ってないとダメなんだよいやロマン大事だろいやロマンなくなったら生きてる意味ねえじゃん男ならわかるだろこれ女の人だったらさまたバカなこと言って で,でも男はわかるはずだよこれマイキャメラ欲しいだろなんなら一回も使ったことないけど部屋に飾っておきたいだろこの辺にそうじゃないのそうそうじゃないの一回もシャッター切らなくてもこの辺に飾っておきたいもんじゃないのだレンタルだと飾れないじゃんだからもうん、ほら持ってるでしょキャメラ飾っておきたいでしょ いや首に下げとくだけで全然説得力が変わるんだってそういうもんなのそういうもんなのうん俺 iPhone だとハったりが効かないんだってダメダメ本当に分かってないやっぱねやっぱねキャメラってそういう存在だと思うよキャメラをこうやっていじってるだけでもう説得力が半端じゃないんだよ カタログはもう持ってる、うんうん、分かってねえなあ世の中ハったりなんだよ、うん、世の中ハったりミラーレスはね α7 はもう全然違うから α7 だけはハったり効くから確かにミラーレスミラーレスはダメだっていう風潮できてるけどソニーの α7 はセブンは。 ちょっとねやっぱね一眼使いでも「おっ」てなるからミラーレス否定派も「おちょっと触らせてよ」ってなるのそこが戦略なんだよ俺の「ミラーレスですか」みたいななんか「俺シャープな感じで撮りたいんだよね」って言うと「あー分かってるわ」みたいになんのよなんかこうエッジが効いた写真が好きだからっていうと「おこの人すげえ映像あれか」ってなるの うん当に本当にキャノンの丸みじゃないんだよやっぱねソニーのねビビット感がいいんだよビビット感がうん、うん、ペラペラかなすげえ重たい話してんだけどあ、はいはドツ 大丈夫大丈夫俺そういうのうまいから大体復唱したら納得するから相手が専門用語使ってきたら専門用語復唱すればいいのそういう時は「な、うん何とか感度がいいですよね」っつっあなんとか感度いいよね」って言っとけん。マイクはいいやマイクはいらない のんちゃんは俺のこと見,か見切らないよ。のんちゃんのはもう、あれだよ。俺のハニーだから。マイスイートハニーだから。のりこは一生ついてくんだよ、俺に。とついいよ。とつ全然かけてきて。うん。いや、俺もともと PA だから。音響はもう極めだから。俺 PA、PA。もともと PA。もうマイクは10代の頃に極めたから。 もう余裕脚本はできてないよ、うん、いやヨシんはほら仕事があるから、うん、ヨシんは忙しいのリア充だからいや俺 PA だよ、うんうん、あ PA なんだ私もどこでやってんの 俺だからギターとかも音作りとか半端ないよ、うん、予算配分だから、うん、機材200万あと200万機材200あと200いやパワーコードじゃないよちゃんと弾けるよギターはアイラは顔出ししないからな ギターリストだん、ね、だうん地元のライブハウスなんだ弾けてるでしょ スーリストだからねだってこじってなんぼじゃん。配信ってこじってなんぼじゃん。違うのこじってなんぼでしょ、こじって。これ、マックブックないマックブックエアこれのスペック、もう7年前ので無理。これは無理。 正直これじゃあ無理これで映画撮ってますって言うたらもう笑われるよこれじゃあ無理これじゃあ無理こいつだと俺は限界感じてるのもう7年前だからなんて言ったって25万じゃないトータル300トータル300 スケ,ボースケボー奥にあるよスケボー持ってくるの重たいからだるいわソニーの α7 っていうカメラだねソニーの α7 結構いいカメラだよまあ知ってる人は知ってるんじゃないかな出たばっかりのカメラだよ 7ねノートじゃないのかあの筒のやつ買う筒のやつゴミ箱みたいなやつうんソニーの α7 で撮るよ働いてるかえって俺働くのやめたんだよ向いてなかったのね 働くのやめたんだ俺アディダスじゃないよボクシングシューズはなんだっけなあのなんだっけあのモハメド・アリと同じメーカーのやつイギリスのロンドンって書いてあったねお金はまあまあないね、うん、カメラ買ったらねすぐ撮り始めるようん、そうそう PC こじるよトータル300万こじる 詐何で,でもないよ映画撮りたいんだってラーメン屋俺は働かないよ俺は仕事辞めたんだっていや社長業とかもやんないよ別にもう遊んで暮らすって決めたの遊んで暮らしたいのアルファセブン3ね俺欲しいの GH5 なんだ。あ、いいね。ウェブカム代わりにしてる。いいね。こだわってるね。うん。いや、アイテム全然、あの、こだわりないよ。俺ダイエットしてる。結構痩せた。うん。今、空量減らして、捨て頃終わったから、今、絞ってるね。結構安ってきたね。 俺、のんちゃんから金引っ張ってないよのりこから1円も出してもらってないよアイテム少ないっつってもまあ15万ぐらいはあるよなんとか食ってくぐらいはあのアイテムもらってるよアルファ7いや俺はもうアルファ7で決めたんだよアルファ7の3結構画質いいぞみんな アルファセブンスリーアルファセブンスリーの映像見るかなりいいよテスト動画とか見たけどえっ、ー、とねアルファセブンスリーテスト 結構いいぞアルファ7みんな分かって言ってる画像結構綺麗だよアルファ7ほらかなりかなり綺麗に撮れる方だよよくない綺麗じゃない ミラーレス否定派多いよね。俺ありだと思ったけどね、これ見たとき。エッジが効いてるよね。そうそうそう、ミュージックビデオでよく使われてるよね。うん